今回は場合の数の7回目ですね。問いの8、平面上にある8本の直線がある。これらの直線はどの2直線も平行ではなく、どの3直線も1点で交わらないものとする。で、括弧1番は交点の個数は何個あるかというものですね。で、まあ、8本の直線をこう書くのは難しいんですけども、例えば4本引いたとしますね。そうすると、交点というのはどのようにしてできるのかっていうとですね、例えばこれ1番目の直線、2番目の直線、3番目の直線、4番目の直線としますと、この交点は1番目の直線と2番目の直線が交わることによってできる交点ですね。それからこの交点は1番と3番ですね。この交点は1番と4番と、このように、2本の直線を、選ぶことによって1つの交点を選んだことになります。ということは、8本の直線から、2本の交点を選ぶ、その選び方ですね、その数を数えればいいということになります。ですから1番は、C ですね、コンビネーションの8、2という計算になります。そうすると、8×7÷2×1 ですね。これは28個ということになりますね。これが1番の答えです。から2番は今度は三角形ですね。いくつの三角形ができるか、例えば、この三角形を作ったとします。この三角形は1番の直線と2番の直線と4番の直線によって囲まれる図形ですね。ですから、8本の直線があったときに三角形が何個できるかというのは、8本から3本の直線を選ぶ、その選び方が何通りあるかという数を計算すればいいわけですね。ですから今度はこれは 8C の3 という計算になりますね。これは100して、56個ですね。これが2番の答えとなります。で、このようにしてこのコンビネーション、組み合わせですね、これを利用して計算することができます。